ブアンプは、成田良吾、著江波勝美イラストのライトノベル、電撃文庫刊、成田良吾が並行して進めているシリーズものの一つ、2004年5月10日に、ブアンプが発売される。これは、重版が決定し、2005年6月10日に、ブアンプ、2が2005年8月10日に、ブアンプ、3が発売される。 スリー感の後書きにて2006年内にブアンプ4公開予定とのことだったが観光できなかった。結果的にブアンプ4は2008年8月10日に発売された。内容は多種多様な吸血鬼がグローアース島を舞台に騒ぎを繰り広げるというもの。他シリーズと比べ物語の明確なゴールが決められていないのも特徴。この世で 最も吸血鬼らしくない吸血鬼、ゲルハルフホンバルシュタイン。彼は、姿から、性格から、コミュニケーションの方法は、愚か、与えられた称号に至るまで、およそ吸血鬼らしくなかった。そんな彼が治める島で起こる事件がまともであるはずも、なく、これは、吸血鬼と、犯人犯鬼と、食器人と、人間が繰り広げるようにも奇妙な物語。 二次その他の幹部配下の食基人部アンプ、部ア,アンプ、ツーブアンプ、スリー部アンプ、フォーブアンプ、V2 半限定解像区本、電撃 H、電撃 P にて、デュラ、ンプ、ブアララが掲載。これはこの作品が、デュラララと世界が繋がっていることを確定事項とした。事実、そのネタは各作にて使用されている。 ありがとうございます。